顔がこんなにはっきり映ってるもんね。今まで気づかない。あ、またパキッて言った。あ、閉めてたよ。俺じゃないよ。俺じゃないよ。知ってるよ。だからそこの裏だよ。そうそうそう。内側とか言ってたな。もう、めっちゃトークしてる。モードだからさ、モードの内側だから。ああ、そういうことか。じゃあこの人じゃん。この映ってる人じゃん。そうだね。ね。うん。ていうか顔でけえな、こいつ。そうするとあっちに頭したくないし。こんなはっきり映るもんなんだね。あ、偶然じゃない？偶然じゃないでしょこれ。和藤さんちはほらカーテンしてあるから見よう。あ、そうだね。俺窓朝方だ、うん、まあいいや。なんか逆に顔見える方が怖くねえわ。あ、タバコ忘れた。寒気してきた。頭痛くなってきた。マジで言ってんの。俺テンション上がってきたんだけど。テンション上がってきた、うん、どう上がってきたの？わかんないけど、なんかすげえ興奮して、6時間配信やろうかなっていう。結界入っているから中に入れないから受け入れらせる。ああ、なるほど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 、そういうことか。みたいにスカスカに出入り自由みたいなところと違って、はい、この部屋は入っちゃいけない部屋だから、うん、なるほどなるほど。だからあえてそのギリギリのところにいるから映りやすくなるっていう。そうそう、うん、ずっと見てんな俺のこと。夢に出る、うん、夢に出るのかな。俺と顔似てんだよな。止める？止めちゃっていいよ。はい。エアコンの。うん。実はね、和道さんに聞こえてなくてクリック音で勘違いしてる人が結構多いよ。嘘。今、もうすぐクリックしなくなる。うん。ロハコさんの声は聞こえてんのみんな。うん、どうだろうね。僕の声も大きくないからな。そうだよね。うん。なんか全体に聞かせようと思ってないから。うん。クロウがログイン。クロウさんログインしたよ。クロウ？知ってる？スカイプアカウントクロウさん誰だか。わかんない。楽しみだ。ああ。うん。うん、昨日ね、メイコさんのね、うん、のぞみさんとお食事したの。へぇ。のぞみさんがメイコさんを迎えに来て、はいはい。のぞみさんとお食事したの。へぇ。切れたら怖いねって、私、だけど、のぞみさんが、自分、メイコさんには切れないねって言ったんだって。うん。だから、歌わせ抱えてるからねって言ったんだ。うん。タイムラグあるから一回切って更新していい？ラグがすごいからさ。更新ってどうやるの？一回切って一回つける。あー、うん、一回切るね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。